中村修吾のファンタスティックジャーニー。当番組は声優界随一のゲーム好き中村修吾とディレクターの遠藤が毎週気になるテーマをもとに好き放題語り合ってまだ知らない世界を旅しちゃおうというラジオ番組でございます。672回ということで、672回、はい、もう毎週やってるから13年ちょっとぐらいやってますか。そうですね、もう14年目ぐらいの勢いですね。すごいですね。今週も始めていきましょう。はい、中村修吾のファンタスティックジャーニー、今回はですねプレイステーションのサブスク、プレイステーションプラスについて語りきっちゃおうの回、イエイ、イエッ、来た。ついにもうマジでゲーム好きですから俺。まあこのファンタスティックジャーニーとしては僕 DJ ですから外せないでしょこれ。楽しみにされてましたよねこの回、ずっと672回ありましたけど、672回分ぐらい言ってるもんねこれ、この回早くしてよっていう毎回言ってます、毎回言っててもうもちろん、プレイステーションプラス入ってるしめちゃくちゃ面白い。もうプレミアムプランでもね月額1550円なんで、この一番モリモリで入ったプレミアムプランですらもうちょっと高いラーメン代ぐらいいいよねこれね。1550円ですからね。そうですよ。でこのプレイステーションプラスなんですけど、プレイステーションを持ってる人でも、まだまだ知らないって人多いんですよ。まだまだ知らないのこれを持っててこんな神の機械を持ってて、これを知らないっていうのは、もうこれいろいろ、いろんなことに反してるんじゃないかな、ちょっとね。もったいなさすぎる。もったいないですよね。もったいない。どこがもったいないかというとね、いろんなモリモリのプランでも1550円で、まあ、3つのね、プランがあるんです。だからこの、自分の、この、どれぐらい、こう、ゲームをやるかとか、毎月ゲームやるかで、この3つのプランから、まず、自分に合ったプランを選べる。そういうのがいいし、まずプレイステーションをまずそもそも買ってるってことは、ゲームそもそも好きでしょ。これ聞いてるあなたも好きでしょ。プレイステーション持ってるってことは。で、好きだったら、その自分の好きなタイトルをプレイするのも、お目当てのタイトルをプレイするのもいいんだけど、自分の、考えの外、まだこういうゲームのタイトルやったことないな、みたいなのも、試しにダウンロードしてみようができるんですよ。いろんな出会いがたくさんのゲームと出会えるっていう。そうなんですよ。また出会おうよゲームにね、はい、でも僕なんてまだまだでね、中にはねもうこうモサプレイヤーいて、プレイステーションプラスに収録されてる、ゲームを年間62本プレイした人もいるっていう。年間62本、ちょっとおかしいですねこれね年間の1ヶ月だいたい 5本ぐらいってことですよね。すごいと思う。週1で。これも年間どれくらいやってんのかな。もう年間でも20本ぐらいはゲームしてんのかな。あ、本当ですか。結構やってる方だなって俺自分でも思ってたんだけど、その猛者にはねなかなか62本なかなかできないよね他に調査の結果がありましてですね、ええ、プレイステーションプラスのプレミアムの加入者の中だと、これまで50本以上のタイトルをダウンロードしてる人が多数派みたいです。あ、年間ってことじゃないのかな、これは。これ今まで の, まで、ね、プレイステーションプラスの歴史の中で、だいたい平均すると、1人当たり50本以上そうです、ね、ダウンロードしてる人が結構多いと。いやすごいよね、俺50本はまだダウンロードしてないかな。でもちょっとそれに追いつけ追い越せでね、ちょっとやっていきたいけど、もう50本でフルプライスで考えたら、ちょっとこれでじゃあもうダウンロードしまくって、あ、こんだけ浮いたなっていう考えでハワイとか行ってみようかな。なんかあれ乗れんじゃない、ビジネスクラスとか乗って往復できちゃうんじゃない。さすがにそれは無理か例えばシェラトンとか。あ、いいですね。泊まったり。いやー、俺もう旅行好きでね、まだハワイ行ったことないんだけどね。なんですか、ご飯食べるのも俺好きだから気になってた。なんかこういうちょっとお高いフランス料理とか見れちゃう。フランスに思いを馳せて背中から、フランス料理食いたいなってなったらフランス料理食えると。もうフランスに行って食べれますもんね。確かにもはや確かに旅できちゃいますね、もう現地の。いや、プレイステーションプラス可能性の塊すぎますねこれね。素晴らしいですね、はい、ということで一旦ここでゲームスク食事を楽しみください。あなたにぴったりのゲームを見つけよう、8秒限定ゲームスク食事スタート。
さてプレイステーションプラス会ということでやっておりますけれども、うん、番組ではプレイステーションプラスのユーザー、通称プラスプレイヤーの皆さんから、そんな呼び方なのサブスクだからできる新しい遊び方ね、をテーマにメール募集をしておりますと。そうだよね、メール来てんだよね、もうたくさん来てます。はい、まあ、じゃあ、まあ、サブスクでね、こうなんかゲームをプレイするっていうのはね、この最近の話ですから、まあこうみんなまだその浸透してないっていうのがあるかもしれない。だからそれを、まあ、実際にね、このメールをいただいて、それを読んで、うん、ちょっとみんなでちょっと浸透させていこう、共感していこうということで。そうですね、はい、ちょっとメールいただいてるやつ読みましょうか。はい、うん、まずジャーニーネーム、うん、みっちゃん。みっちゃんありがとう、いつもありがとうね。もうすごいじゃんみっちゃん、めちゃめちゃ送ってくれんじゃん。毎週いただいてますから、ね、みっちゃんからは。はい、でみっちゃんのサブスクで始まるゲームの新しい遊び方、うん、プラスプレイヤーの私はクリアする前に次のゲームを始めちゃってます。わかる、わかりすぎ、わかりすぎ。あのね、ありますかこれは。これはあるあるですね。俺は結構ゲームに没入しちゃうタイプの、ストーリーとかに没入しちゃうから、うん、はい、こう一個終わったらね、ロスが起きるんですよ。終わっちゃった、悲しいなって言って、ね、なかなかこう思い越しがいろいろ上がらなくなっちゃったりする可能性を危惧して、もう次のやつを始めとくっていう。これ一個前のやつが終わって、うん、うわ楽しかった、はあ、最高だったな、よしちょっと始めてる次のやつもまたプレイするかみたいな、こういうやり方でねやるから。わかるわみっちゃん。みっちゃん、うん、それゲームが例えば合わなかったとしても、うん、ダメージ少ないですもんね。そう、次のに本来実際買ってたら、あ、そう買ったのに8000円がとかなるけど、そういう心配がなし。なし。というわけで、じゃあ次のメールいこうか。はい、次のメールいきます、うん、ジャーニーネーム、うん、花より団子よりゲーム。ああ、花がね、あのお花の花じゃなくて自分たちの人間の花っていう花より団子よりゲームの新しい遊び方、うん、ゲームを始めて20分くらいでプレイを続けるか決めてます。なるほどね。だからさっき言ってた俺が、あ、このゲームちょっと合わないかもなっていうのを、うん、こう20分くらいで精査してると。そうですね、20分、うん、どうですか、長さ20分短いですか。俺はもうちょっとやってほしいけどね。俺1時間 1H は見てほしい1H はね、その、まあ、それはそのやっぱゲーム、俺ゲーム作ってる人マジで尊敬してるから、ゲームが好きすぎて、うんうん、やっぱり1時間2時間遊ばないとそのゲームの魅力味がしてこないわっていうゲームも、中にはあるかもしれない。ありますね。でもそんなゲームはね、うん、やっぱ様々なもう命をかけたクリエイターたちがね、うん、もう一生懸命作ってんすこのゲームを。だからその人たちの思いもちゃんと背負うっていう意味で、うん、もう1時間、まあ、1時間くらいはちょっと ねやってほしいなっていう思いはありますね。まあ確かにね、20分くらいで分かってくるかね、花より団子よりゲームさんのね、ゲームの内容にもよりますね。アクション主体だったらこう操作感だったり爽快感ですぐ分かる時もあれば、イベントシーンがあったりだとかってなるとじっくりやるタイプだと1時間ぐらいはやらないとそんなに良さ分かんないかなと。これもこの入り口の入りやすさからしたらすごくいいかもね、うん、そんなに時間取られないしね、うん、2、30分だけプレイしてみようだったら、うん、なんか時間もお得ですねこれだと、うん、いい宣伝上手だな花より団子よりゲーム初メールなのにありがとうね。素晴らしいですね、うん、ありがとうございます。じゃあ次のメールいきましょう。次のメールいきましょう、うん、ジャーニーネーム、うん、サブスクおじさん。ああ、はい、ストレートだね。サブスクおじさん、うん、からいただきました。ありがとう、やり逃しているあのタイトルにも出会えます。あーそう、こちらリストあるんですよ。もうこんなに。そうなんです、やり逃してるのがもしあれば、そうプレミアムとか入ってたらモリモリでね、やり逃したよってなってても、うん、後からダウンロードできちゃいますから、うん、あーいいね。アンチャーテッド前作やりましたね。あ、本当ですか。アンチャーテッドはいいよ、うん、映画化もされましたしね。ね、アンチャーテッド、うん、アンチャーテッドも、あ、こうアサシンクリードシリーズなんかもめちゃくちゃあったりするしね。めちゃくちゃありますね。すげえ楽しいんだよアサシンクリードも、うん、リアルでね。いや、いっぱい、うわー、これもうやりたくなってきた。あ行からもう全部あんじゃんほら、俺がやったゴッドオブウォードラクエ、あ、デスストもあるし、デスストもあります、いろいろありますけどもうこんなたくさんのタイトルがプレイできると。そうです、もうこれが全てできます、うん、やり逃していても、はい、
またやりたいってなった時にダウンロードできちゃうと。すごいね。まあね、こういうのだから、あ、これ気になってたんだよなって見つけた時めちゃくちゃ嬉しいですからね。だから速攻ダウンロードしようってなりますから、うん、これだけではありません、うん、ジャーニーネーム少年合唱団のゲームの新しい遊び方、うん、サブスクだから今まで興味のなかったゲームにもハマりました、うん、だからそれなのよ。これが最初に言ったやつでしょ、うん、これそうなの。あの今言ったホライゾンもこんな楽しすぎるゲーム俺なんで知らないんだ、自分を何度呪ったか本当にね、そうなんですね、こういう出会いがある、うんうん、本来どういうのが多いんですか、そういうジャンルで言うと。だ俺がこうやるのはですね、今だったらこうアクションゲームが、アクション RPG って言われてるジャンルがすごく多くて、うん、それこそさっき言ってたあのフロムソフトウェアっていうゲーム会社 の難しい高難易度ゲームって言われてる、いわゆる死にゲーっていうゲームがすごい得意なんですよ僕は。いろんなやつプレイするんで、うん、例えばこうブラッドボーンとかね、てかみんなかなりいろんな視点からねやっぱプレイしてくれてますね、プレイステーションプラス、うん、だいぶ魅力伝わったんじゃないこれ。まだまだおすすめのやついっぱいあるな、このラインナップ見てたら。やっぱ、はい、ワンダと巨像とかもめちゃくちゃおもろいから。クラシックもありますね、こうちょっと昔の。うわ、三国無双、新三国無双シリーズめちゃくちゃやってたわやってましたよね僕もやってました。うん、昔のシリーズもこんなにあんの、こんなに聖剣伝説じゃん。地球防衛軍もハマりましたね、これ4ね。地球防衛軍はやったわ。ロマンがある。こう地球にでっけえこうアリンコとかね、うん、ダンゴムシとか、うん、バーってこう侵入してくるんですよ、まあ、宇宙人たちが。それを殲滅するっていうゲームなんですけど、ロマンがありますね。このアリとかが大きくなってそれを超火力で殲滅するっていうめちゃくちゃ楽しかった。これも結構難しいゲームなんだけどね、うん、でここに出てるタイトルのやつは全部やってるね。ミンゴル、みんなのゴルフ、ミンゴルもね、みんなでやったな。ロックマンとかもあるんだ、ロックマンクラシックスコレクション、うん、ああこういう過去のゲームとかね、俺やっぱ結構解雇中だったりも、いやもう時々するんで、うん、その昔を懐かしんで、あの時のゲーム、あのドットのゲームとか好きだったなみたいな思った時に、やっぱ新しいゲームももちろん大好きなんだけど、うん、こう昔を懐かしみたい時があるんですよやっぱり。でそういう時にこのこれはねめちゃくちゃいいですね。さあ続いてゲームみくじになります。うん、またまた登場ですね。中村修吾のファンタスティックジャーニー。今度こそ運命のゲームに出会おう。8秒限定ゲームスクショ時スタート。さあ始まったスクショタイムだ。どんなゲームが当たるかな。いつもより多めに回っております。さあどうだ。中村修吾のファンタスティックジャーニー、うん、プレイステーションプラス会よかったですね。よかったよ、この案件を持ってきてくれてありがとうね本当に遠藤さん。いやもうねありがとうございます。あれなんですよ、俺はもうゲームをね、はい、もっと世の中に普及させたい。もう俺何でもないんだけど一声優なんだけどゲームがもう好きすぎるから、うんうん、やっぱりもっと発信していきたいし、うん、まあより多くの人にプレイしていただきたいし、うん、ゲームを作ってる人たちがさらにもっといいゲームを作れるようにやっぱこうプラスプラスにね、うん、やっていきたいんですよ僕は。今回こういうラジオからね、もう長くやらせてもらってるラジオからこう発信して、こう何かねちょっとでもなんかこう背中を押せるようにしていけてたら僕は嬉しいなと、もうこの回をやって最高だったなと思えるので、うん、ぜひぜひ皆さんゲームをしよう、もっと。もう全ての人におすすめですね。時間ある人も忙しい人も。そう、もちろんですよ。こうゲームでね息抜きになりますから、忙しい人もね、本当に 3,40 分息抜きでプレイしてみてもいいですし、ゲームがっつりやる方はもういっぱいダウンロードしてねがっつり遊べますし、うん、それぞれの遊び方でできるっていうのがこのプレイステーションプラスのいいところ。うん、皆さんぜひぜひね、一月だけでもお試しでいいですし、まあ、これでハマったら半年、年間と1年間と、登録していただいてやっていくのはめちゃくちゃいいんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます、はい、
次回やっちゃいます、実際にブースの中でちょっと。マジでこれ面白いのみたいな。久々にこう映像付きの配信で、映像付きの配信でちょっと、あそれいいね、やってみます、なんかゲームやろうよ、ね、いろいろやりたいですね。確かにしかもこう一つだけじゃなくて、うん、ロックマン全部クリアするまでやめられないラジオやろうか。あいいですね。最高ですね、はい、ロックマン会ということでじゃあ、はい、やっていきたいと思います。皆さんありがとうございました。それではまた会う時まで皆様良い旅を。良い旅を。中村修吾ファンタスティックジャーニー。